元川孝一は、日本の生理学者。元東北大学教授、学長、石川県出身。加がし名義民、元川孝一誕生1903年1月17日日本、石川県江沼郡、桑原村死没1971年2月3日、東北大学学長在任中に死去。日本、仙台市母地理王子国籍日本、研究分野生理学研究機関、 東京帝国大学医学部、東北大学医学部出身校東京帝国大学、主な業績の派研究の開拓者人色感覚の基本感覚曲線の発見主な受賞歴日本、学士院賞、朝日文化賞、肖像医、君一等随法賞1903年、石川県江沼郡、桑原村に、元川博士の4番目の子として生まれる。五人兄弟中唯一の男子であり、 農家の後を継ぐのが当然のものとして育てられた。小学校を卒業するとき、この子は成績が抜群だからぜひ中学に進学するようにと担任が自宅まで親を説得に来た。高一もぜひ進学したいと懇願したが、農家の後継ぎだから家を継がせる。代々肝入りの家を絶やしたのではご先祖様に申し訳がないという父親の強い意向により、卒業後は、 家業の農業に従事した。しかし勉学への思いは立ちがたく、17の年、家で。本願寺様へお参りに行くと言って、京都の親戚がいる会社の寮に転がり込み、1年だけ勉強させてくれ。宣言を受けたら帰るからと家に手紙を書き送り、そのまま寮に居候し続けた。アルバイトをしながら予備校に通い、1年間の勉強で宣言に合格。 黙って四校の入試を受けてから家に帰った。道路工事の人足として木工を担いていた時に村の長老から新聞の四校の合格者欄に元川光一という名があっただがお前かと聞かれて初めて合格したことを知った。親はカンカンに怒ったが親戚に取りなしてくれる人があって親族会議を開いてくれ孝一の妹に養子を取ることにし、 医者になるなら四校に行ってもよいと、親はしぶしぶ進学を認めてくれた。四校時代は、袖に手を入れたままノートも取らずに講義を聞いていた。それでいていい成績を取るものだから、隠れて勉強しているのじゃないかと川屋を覗きに来る、友人もいたが、受験勉強時代の一年間で、中学三年分の他に、高校の分も勉強してしまい、ノートを取る必要を感じなかったのである。 例外はドイツ語。これは初めて学ぶものであり、四校のドイツ人の先生に頼み込み、夏休みに海辺の親戚の家の離れを借りて、友人数名と合宿し、ネイティブからドイツ語をみっちりと仕込んでもらった。東大医学部を卒業と同時に、橋田国彦の生理学教室の門を叩いた。その時、橋田から生理をやっても食えんよと言われ、食えないという意味は、 どういう意味でございましょうか生理学的に食えないんじゃ困るけれども、生物学的に食えるなら、生理をやりたいと思います、と返事したところ、なかなか面白いことを言うなと入門を許可された。橋田は入門して、最初の1から2年は、理学部の講義を聞きに行かすことにしており、元川も理学関係の講義を多数受講し、実験は夜に行った。東大時代には、 赤門の柵を乗り越え、終電で、正常の借屋に帰るのが常だった。そして朝研究室に来るのも一番早かった。東北大時代も昼用、夜用の二つの弁当を持って出かける生活で、帰宅は子供たちが寝静まってから。子供は寝顔が一番可愛いとのたまっていた。休みを取るのは年に三日。元日は研究室の人々を招いての新年会。翌日は、 年賀状きに当てていた。夏の1日は家族を連れて、泳ぎに出かけ、1年でこの日だけが、家族サービスの日だった。この普及で働く体力は、農家での仕事により培われたもの。幼いことから鍛えられた。学校に上がる前、祖父に連れられて、倉掛山まで焚木取りに行き、子供であっても、焚木一本でいいから担いで帰れと、焚木の束を背中にくくりつけてもらい。 また歩いて帰ってきた。父親が病気したこともあり、小学校卒業後は家の農作業をほぼ一人で行っていた。米俵を担いでできたコブが晩年になっても左肩にあった。進学後も帰省すれば小屋潮家を担いで農作業を手伝った。学生時代はスポーツ好きで子供の頃は相撲と剣道が強かった。学部長時代には 東北大西学部を新設することに尽力した。そのまま自ら実験を行った。学園紛争により辞任した全学長の後を受け継いで第12大学長に就任した後には、さすがに自分で実験する暇がなくなったが、夜まで会議の続く日々の中で自己の資格の成果をまとめた英文の著書を書き上げた。またこの間、学術会議員として、 生理学研究所の設立に尽力した。元川孝一の住み家小さい頃から絵が好きで、小学校の頃、放課後に近所に住む九谷焼の絵付け師から絵の手ほどきを受け、本気で画家になろうと思ったほどだった。学長時代には毎朝三枚の色紙を描くのを楽しみにしていた。本川の仕事の早さには定評があった。教授に1月に就任して、 脳波の仕事に初めて取り組み、その年の梅雨に入るまでに、論文3から4個分の仕事を仕上げて、その成果を初夏に行った、新人教授特別講演で発表し、教授連を驚かした。まだ30代だったため、あんな若造の講義など聞く必要はないと学生に言う、教授連もいたのだが、これ以降、周りの扱いが、がらりと変わった。人間の電気眼線の仕事も、 4年で40編ほどの論文を出し、その量、幅の広さ、重要さに驚いたジョンズ・ホップキンス大学のゲバードに、元川 S ・スタディーズ・オン・エレクトリック・エクスティション・オブ・ザ・ヒューマン・アイという創設を書かしめたほどである。ゲバードはその中で、この仕事は実に興味深く、資格分野の問題への全く新しいアプローチだとした。元川が研究し始めた頃、 脳波という言葉は極めて珍しく、世間の注目を集めるとともに誤解も生んだ。誤解の最たるものが、元川が日夜、脳波を送って人を悩ましているというもの。その考えに取り憑かれた男が、万人を救うために天に代わって、本川をやっつけると手紙をよこし、その後、突然教授室を訪ねてきた。 適当にあしらって返したが、ドアの脇に風呂敷包みを置いてアリエンが出ている。中庭に放り出しておいたところ爆発し、見張りの警官と事務職員一人が軽い怪我をした。風呂敷の中はダイナマイト30本の入った。 みかん箱だったのである http コロンスラッシュスラッシュ www.archives.tohoku.ac.jp スラッシュ tnji スラッシュ new.open スラッシュ new.open 0012.pdf 北森夫は本側の講義を聞いた学生でありドクトルマンボー青春期や当時書かれた日記には 敬愛すべき、教授の筆頭として元川が登場する。本川の生理学の試験が解けず、北一流のユーモア答案を書いて提出したが、採点結果は不可。父親の斉藤も吉が困って、本川に頼みに来たけれど、単位は出さなかった。それでも北は、人徳の中に、ユーモアがあった、今日だけでなく、育もする先生と書いている。 研究室の出身者十数名を教授に育て上げた教育者だった。その中には、三田俊亭岩手医大元学長、理事長、及川俊彦鳥取大学元医学部長、小川哲郎秋田大学元医学部長などがいる。1903年、石川県江沼郡、桑原村に、元川博史、旅の子として生まれる。小学校卒業後、家業の農業に従事。 1921年、先見合格、第四高等学校入学。1925年、東京帝国大学医学部入学。1929年、同大卒業、生理学教室の橋田邦彦教授の下で、無休復習。卒業と同時に未と結婚。1931から1939年、昭和医学専門学校教授職託。 1934年、東京帝国大学医学部助手。1940年、東北帝国大学医学部教授。1954年、色の感覚に関する研究で、朝日文化賞受賞。脳電図の研究で、日本学士院賞受賞。1961から1965年、東北大学医学部長。 1965から1966年、東北大学私学部長。1965年、東北大学学長。1968年、日本学士院会員。1971年、学長在任中に死去。68歳。没後、肖像位、君一等随法賞受賞。墓所は、仙台の林王寺にある。長男の元川雄太郎は生科学者。 徳島大学医学部附属高祖研究施設、元施設長、次男、元川達夫は、生物学者、東京工業大学生命理工学部元教授。昭和4年東京帝国大学医学部を卒業後、同性理学教室、橋田国彦教授の副主、助手を務め、河津川の歪み電流についてで、医学博士、同時期、リンゴ下避の電気的興奮の研究も行った。 昭和14年東北帝国大学医学部に移ってからは脳波の研究を開始し、理論的にも実際面でも無理だと言われていた四段増幅回路を用いた脳波計を手作りし、それを用いて人間の脳波を我が国で初めて記録することに成功した。続いて、これを量的、統計的に取り扱い、それまで規則性が見出されていなかった脳波の振幅に規則性、 本川の分布法則を見出した。また、脳波の臨床適応用にも力を注ぎ、脳外科神経科領域にも貢献した。その業績は昭和22年単行本、脳波としてまとめられている。日本脳波学会を創設し、初代会長になった。次に行った研究は、視覚、特に人間の視覚,覚に関するものである。網膜中心化に関しては赤、緑、 青の三つの生理学的過程が中心であるが、その周辺では木の過程が優勢であり、四つの過程が関与することを立証した。人の色感覚の電気生理学的基本、感覚曲線を見出した。網膜を光で照射した後に起こる感電性変化の時間経過は、照射に用いた光の波長によってのみ定まるという法則を発見した。これは、 人間の視覚に関して心理学と生理学にまたがる最も重要な法則の一つとみなされている。この先行法をチー作詞や図形残像現象に関与する興奮状の存在を実験的に示した。また、脳波の研究法からヒントを得て人間の網膜デンズに新しい成分を発見し、これを X 波と命名した。視覚に関する業績は フィジオロジー・オブ・カラーパターン・ビジョンにまとめられている。以上の研究過程の間、目の関連性を応用した疲労測定法も開発し、それに基づく本川式疲労測定器を世に出すなど、労働医学の方面にも足跡を残し、日本人間工学会を立ち上げ、初代会長を務めた。外国語による原著論文149編、指導論文158編、 1954年朝日文化賞1954年日本学士院賞1966年シーボルトメダル1970年日本翻訳文化賞1971年生3位君一等随法賞ありがとうございます